スマホを充電したいという要望が一番多かったものですから、発電はですね、中学の理科の教科書にも載っているように、マグネシウムと、酸素とそれを媒介する電解液があって、発電するという電池の基本のところの仕組みですね。お客さんに用意していただくのはもう水だけと、360ml の水だけということになります。水を入れなければ電池になってないので、液漏れとかですね、放電とかですね、そういうことも起こらないと。マグネ充電器の前にまず第1弾の、塩水ランタンっていうのがありまして、その第1弾を、買ったお客さんから一番要望が多かったのが、スマホを充電したいと。スマホが充電できて、かつ一番小さいものということで開発をスタートしていました。避難所で大量の電気ができないかと、今回のランタンですと一人一人一個一台一台充電するというのはいいんですけど、やっぱり避難所って何十人何百人集まってますので、その人たちが便利でかつ経年劣化がないようなもので、大量の発電をすると、やっぱり人間の労力を使うのがいいかなと。やっぱり人間が集まってますので、やっぱりそれを使わない手はないんじゃないかっていうふうには思ってるんですけどね。